今回発信するポケモンはゼルネアスとイベルタルです。特にそのゼルネアスが、まあ、フェアリーって実はその XY で初めて出たタイプなんですけども、それのパッケージのポケモンってどんなポケモンにすればいいんだろうというのはすごい苦労してて、もう実はデザイナーを何人もこう実は回して交換していろんなデザイナーがこうそのゼルネアスに挑んで、でまた形を変えてっていうことでやっと出来上がっていったっていうすごく珍しいポケモンです。なんか角が最終的には角をこう進化獣みたいなものに例えてああいう形にしたっていうところが自分はすごく面白いなと思っています。なんかね、あのデザインが複雑だと打って変わってでバトルだとパラメータ同じですみたいな何ですかね。まああの伝説系はこう対になるのが多かったりとかして、それがまああのねそれによってまあパラメータが似たりする場合も結構あるはあるんだけど、ただあのあれですよね、そのパラメータ的にはゼルネラスとイベルタルって同じなんですけど、特性がフェアリオーラ、ダークオーラっていってそれぞれのタイプを強くするので、これが強い使い方は全然違うんですよ、っていうのがあの2匹のすごく魅力的なところですよね。強いですよね、オーラは。オーラはやっぱり攻撃力上がるんで、これはもうやっぱり張ったもん勝ちみたいな感じになる、ね、見た目よりも相当その、まあ、見た目のパラメータよりもすごく戦闘力の高いものですね、はい、そんな大注目のポケモン、はい、ゼルネアス、イベルタルが皆さんこの2匹ぜひ受け取って使ってみてください。